新入荷はね、今日は盛りだくさんですよ。盛り盛りだくさん。一番最後に出るやつが一番すごいかもしれない。一発目はね、はい、カメです。ロシア陸ガメ。一番問い合わせが多い3種はロシア、ギリシャ、ヘルマンなんですけど、やっぱりサイズ感があまり大きくなりすぎないところがね、人気があります。マンションの方でも買い切れるかなっていうサイズ。小さい子だとね、こうちょここの長さが20センチちょいちょい。3匹入荷してます。ちょっとスーパーに行ってきてガチャガチャしてきたらこんなのがあったんですよ。このさ、この手よ、ほんとガチャガチャなのかなって思う。ほんとそれでええんかっていうぐらいムッって感じでしょ。まあでも赤目カブトトカゲですね。今見た？こんなおっとりしてるんですけど、走り出すとすっごい速いんですよ。ミニゴジラ3匹です。プリプリっとしてとても状態がいい感じです。いや、赤目のさ、すごいでかい子がいたらめっちゃかっこいいと思わん？60センチぐらいの赤目が欲しいな。赤目ジャイアントみたいな。連れてきました。爬虫類といえばみたいなところがある今年ですよね。やっぱりね、エボシカメレオン、タクチュヤンケ、プリプリのね、出ました。このね、行こうとしながら行かないみたいなね、カメレオンらしい動きですね。この子がね、我先にと食うんで、でかいですね。みんな女の子です。やっぱりね、動きはしっかり、もう手もね、下からサッ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 って。この目がやっぱカメレオンは特徴的ですね。ぐる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 。どんだけビビりないよ、あんたたち。いや、スタコラサッサーじゃないのよ。びっくりってなってたけど。はい、3匹入荷してます。女の子3匹ね。色すごいね、君どうした？レモンかなんか食べた？すっごい黄色いんだけど今。何気にこのパックリ割れた二股の手、5本ちゃんと爪があるんですよ。そんでね、落ちないようにギュッて掴むので、割とね、なんだろうな、新しい快感が得られるかと思います。はい、カメレオン3匹ね。え、何？足なしトカゲさんたちです。足なしトカゲさんたちです。足なしって、足がね、なんかどんどんこう必要ねえなってなって退化してった種類らしいんですけど、いらないと思うその心が知りたい。不便じゃないのかなって思うんだけどね、結構器用に動き回るし、まあ蛇と圧倒的に違うのはまぶたがあります。動きがね、独特なんですよ。結構動きも早いしね、反応もとてもいいですね。おい、餌よこせ。おい、実はしっかりピンセットから食べてくれますね。面白い生き物ですけど、最近入荷がなかったので待ってた方もいるんじゃないでしょうか。あの目つきの悪さな、手前の人。面白いですよね。なんで足なくていいと思ったんかな。一回教えてほしくない？でもほら、器用に動くしね。蛇なの？ってなるのに。トカゲっていう、なんでトカゲなのかが逆にね、教えてほしいよね。3匹ね、結構育ったサイズで入荷しております。目つきよ。ということでね、最後の足の人がほんと久々だの、2年ぶりぐらいかな。トカゲの概念を思いっきり覆してきたよねっていう、あの子たちはすごい興味深い生態だと思います。意外とね、フードにも根付いたりするんですよ、お利口さんなことに。
なんで思ったより飼育の方はね難易度が高くはないかなと思います。そしてね2個告知があります。1個目、じゃじゃーん、幕張レプタイルズワールド出店いたします。はい、7月16、17は出店するのでお店はお休みになってしまいますが、たくさんの方遊びに来てください。サインなんかも受け付けてます。写真は有料です。で、まあ店舗でもね、梅雨って結構鬱陶しいじゃん、梅雨って結構暑いじゃん、ジメッとして嫌なこの鬱陶しくなる気持ちをね晴れやかにいこうということで、月末までずっとセールしております。セールの詳細はツイッターに載せてたりインスタにも載せてるので、そちらご確認。言わないここで言わないっていうね。はい、なので月末までずっとセールやってるので、皆さんたくさん遊びに来てください。一人の人がいっぱいでもいいし、いっぱいの人が一回でもいいしねということで本日はちょっと盛りだくさんの内容になりました。はい、次の動画も見てね、バイバイ。暑いね。どう？イベントのために今毎日キャベツを一袋食べてるんですけど、なんかこう装飾の人たちってすごいなんか苦行なんだなっていうのをすごい感じてます。痩せてる人たちってやっぱ美は一日にしてならずとね、ほんと痛感しております。頭が下がります。まあ私の方が可愛いけどね。